はい、サブチャンネルです。こんばんは、こんにちは、こんばんは。サブチャンネルです。すいません、ちょっと邪魔しないでください。すいませんけど、すいません、続いてください。今日は弾き語りをしながら最近思ってることを話したいと思います。今岡崎から子供二人連れて帰ってきたところなんだけど、まあとりあえずまずそれが本当に疲れたっていう気持ちを込めて愛のストーリーを歌いたいと思います。借りられた時の中でどれだけのことができるのだろう。言葉にならないほどの思いをどれだけあなたに伝えられるのだろう。ずっと閉じ込めてた胸の痛みを消してくれた。今私が笑えるのは一緒に泣いてくれた君がいたから。一人じゃないから、私が君を守るから、あなたの笑う顔が見たいと思うから。あっと時が眺めてく光と共に、痛みと共に流れてく日の光が優しく照らしてくれる。ねえ、あのね、何がね、今日ね、なんか、電車で帰ってきて思ったんだけどさ、なんか子育てってしづらくない？今のなんか日本にしろ。まあなんか世の中。いやなんか私一人で二人連れてるじゃん。で、それってもう想像を絶するほどのもう収拾のつかなさなのね。で、普通、まあ、保育園とか幼稚園とかだと規定があって、1歳児は、なんか子供3人につき大人2人とか、なんか何人につき何人みたいなのって決まってんだけど、絶対にキャパオーバーしてるわけ。女1人で、5歳と1歳。もう絶対に不可能なのね。で、ただでさえもう不可能だなって思いながら、まあやってんだけど、でもさ、なんかさ、日本なのか何なのか分かんないんだけど、産んだのお前だろ？ちゃんと見ろよみたいな目線で見られんのね。で、みんなでこう育てようよみたいな姿勢がちょっと少ないっていうか、特にサラリーマンのおじさんなんて、もうね、めっちゃ睨んでくんの。なんかちょっと子供がうるさくして、イエーイとかやったりとかしたら、みたいな、なんか、こう、iMac? Mac をいじってイヤホンしてて、で、プクマルがさ、なんかえーとかやっちゃったら、これ撮って、みたいな。いや、なんかさ、何なんか文句あんのみたいな。いや、親だけど、親なのわかるけど、こっちだって、そんな子供のこと 100% コントロールできないですしね。なんでそんなに睨んでくるかなって思うわけよ。で、こっからまだ話があるんだけど、新幹線の中、それね。そういう視線を感じた途端、なんかめっちゃ、怖い。なんか、うざい。ドキドキみたいな。ふになんのね。で、そうするともうそっからもう落ち着けなくなるじゃん。ピリ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 して。もうずっと神経がピリピリしてんのね。あーどうしようみたいな。で、なんか、ウッディとかじゃんけんしようとか頑張って間を持たせ、まぁ、ちょっとお菓子とかあげつつ、まあ、ポンスは結構お利口にしてくれててさ、よかったんだけど、今度は山手線に乗るわけじゃん。山手線に乗ったらさ、人がぎゅうぎゅうなの。で、そうすると、まあ、席譲らない。全然譲らないのね。もうなんか子育てがちょっとしづらいなって、普通にちょっと電車普段乗んないんだけどさ、こういう移動の時しか。もうそれで私今日帰ってきてから、今また3人でさ、家にいるんだけど、もうやばと思って、もうなんか疲れちゃって。やべ、バンバス。こんにちはーって。ね、大変なんだよね。君たちっていうのは手がかかるんです。ね。手がかかって、当然、子供なんてそう、当然なの。当然のように手がかかるんだけど、アンパンマン、入れてくれました？じゃあ一つお願いします。で、なんか、マジ世の中、
どうなってんの？私なんてさ、手伝ってくれる人いっぱいいるし、私なんてまだまだ全然楽してる方なのね。やっぱね、この3日間岡崎に行ったんだけど、週末。岡崎のその、まあ、人脈だと、まあ、私は助けてもらえる人が結構少なくて、この3日間はすごいうーくん一生懸命やってくれたし、朝早く起きて、あの子供2人連れて、あーちゃん寝てていいよって言って、なんかいろいろやってくれたりとかしたの。で、7月からぷくまるのスクールとかも始まって、結構楽にはなるんだけど、あ、まあまあまあ美味しい。あ、まあまあ美味しいやったの？もう一回やって。パパパパパプキ。もうパッチね、可愛いんだよ。可愛いんだけど、何倍も何倍も大変だしさ。うん。ね、大変なのね。うん。うちらって。やっぱ、うちらママがもっと楽しく、もっと楽に子育てできれば、うん、子供も最高じゃん。なんかそういう感じにしていけたら最高。ねえ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 。ママにさ、いい子いい子して。ママいい子いい子して。ありがとう。チューは？ママにチュー。ありがとう。ゆうくんもね、一生懸命やってくれて、やっぱりさ、その、ゆうくんの東海オンエアを仕事する時間っていうのは、やっぱりね、うん、このノイズ、その、YouTube の音とか、子供たちがダーってやってる音とかがあると、例えばいい歌詞が書けないとかさ、すごいいいネタがあって、そういうのを思いつくとか、私もやってるからわかることだけど、ゆうくんなんて特にこう、なんかこう、奇抜なさ、企画やるでしょ？うん。パパって。そういうのって、うん、そういう、研ぎ澄まされた空間が。うん、あー、これかわいいね。いやー、マジで、ほんとね、なんか、なんていうのかな、これはほんとにたわごとっていうか、もしかしたら私がクソわがままなのかもしれない。だけどね、わがままだからこそ気づくみたいなとこもあるわけよ。え、なんか、マジやりづらくね、子育てって超思って、今日。なんかうちらが悪いみたいな、子供が泣いてたら。おじさんとかさ、別にさ、マックさ、ちょっとぐらい止めたってよくないみたいな、わかんないけど、わかんないよ。マジ今すぐやんなきゃいけない仕事なのかもしれないけど、あんな、睨みつけてくることないでしょって思うわけ。まあ要は何かっていうと疲れたって話。ね、岡崎楽しかった。岡崎公園とか行って、でなんか、うーくんと初めて出会った楽の湯に、うーくんがね、行ってきていいよって言ったから、一人で楽の湯行って、サウナ行って、で、塩サウナを初めて入ったんだけど、やばいの。超ね、お肌がね、プルプルになって、最高だった。まあ、子供たちが、幼稚園と、あと、ぷくまるのね、そのキッズスクールがね、始まれば、だいぶ、もっと動画できるかなって思うんだけど、どうだろう。今はね、週一上げることがね、精一杯。っていうか、最近、本当にみんながね、私の動画を見て、本当になんか、応援のコメントとか、なんか、本当にが多い。本当にが多いんだけど、私って、喋ってると。なになに？どうしたの？いや、そうで、そのみんながね、そうやってコメントしてくれたりね、なん頑張ってるねってなんか言ってくれて、本当に本当に嬉しい。なんかそれを毎日見てるだけで、なんか幸せな気持ちになってね。見てくれるだけでも嬉しいのにさ、そう、こう、言葉に残してくれるっていうね。もう週一じゃ足りないの。もう私は、それみんながこういった愛をくれるから、もうそれで頑張れるから、もう週3ぐらい本当は動画上げて、あーちゃん可愛いね、あーちゃん可愛いねって言われたいから、そのために動画を上げる。なんこれ。今は、朝早く起きて、せかせか帰ってきて、こっちで洗濯物を、あ、回してない、やばい。洗濯物回してない。洗濯物回しに行こう。でも、うーくんも本当に子供たちのこと好きだからさ、すごい寂しいんだけど、寂しいんだけど、家にいられると、作業がってなっちゃうんだよね。だから結構、うーくんは、ちょっと東京にいた方がいいみたいな。なんか、俺もあんま構えないし、そっちの方が充実してるからさ、いろいろ。それはさすがに岡崎より東京の方がいろいろ本当に便利なのね。だから、そっちで、あーちゃん、頑張ってって言って、で、こないだね、なんか喧嘩したんだけど、喧嘩っていうかさ、離れてるとさ、離れてると、そのお互いの状況を、こう、
ちゃんと言葉にして伝え合わないと、向こうが何してるか分かんないから、なんか、何やってんの？私の連絡返さないで何やってんの？みたいなことになってくるのね。私がインスタライブやった時だ。そう。インスタライブもうね、疲れすぎてインスタライブやったんだけど、その休憩の仕方はマジ意味わかんないと思うんだけど、ちゃんとこうだから撮影があるから返信何時ぐらいまで返せないよ、とか、こう言ってくれないと、ムカついちゃうわけね。でも、なんか、たまにね、こう、うーくんが、こっちで作業するときとか、撮影準備するときがあって、東京で。で、そういうときに、ちょっと手伝ったりとか、こう、隣で見てたりとかすると、あ、これは大変だわ、みたいな。これをやってる中で、あーちゃんから鬼のように怒られたら、それはなんか、余裕もなくなるよね、っていう。やっぱ見てたら、すごいわかんのね、お互い。で、うーくんも、いや、あーちゃんこれ大変だわ、っていうのがわかる、みたいなさ。でもさ、この今うちらはこの2拠点生活をしてるから、そこがこうちょっと食い違う時があって、そこも大変だったんだけどさ、何が言いたいかって言ったら、なんだっけな、忘れちゃったんだけどそう、もうね、頭働かないんだよね。あー疲れた。まあね、不満は私は多いですけど、なんとかこんとかやってるし、楽しくやってはいるが、どうせ今いろいろ思ったことがあったのならば動画にしてしまおうって思って、ちょっとサブちゃんを撮ってみました。私の意見って変なのかな、やっぱわがままっていうかさ、そのお前だけだよって思うのかな。私はマジでなんかその新幹線とか電車ではって思っちゃったんだよね。それが当たり前なの？私が社会不適合者だからかな。いや絶対私社会不適合者なんだよね、絶対。もともと本当になんかアンチェインっていうのバキのあれで覚えたんだけど、ゆうくんが来たから、あーちゃんはなんだっけクッキー屋さんみたいな、クッキー屋さんなんだっけ、クッキー売り場、え、ビスケット売り場だ、ビスケット売り場、それそう、あーちゃんはビスケット売り場って言われたから多分それなんだけど、なんかね、そう、すげえなや。すげえな。すげえな、なんかな。なんか、ムカつくなって思ったんだよな。この帰り道。だから、疲れたから、もう、これで終わりにします、みんな。私の愚痴を、ぐち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 を聞いてくれて本当にありがとう。みんな、日々、いろんな鬱憤を抱えながら生きてると思うけど、たまにはこうやって、口に出して発散することで、ストレスは最高に解消されるから、やってみてね。じゃ、バイバーイ。